今この動画を見たら、これでお前とも縁ができたな。どうも皆さん、こんにちは、週末です。皆さん、ドンブラザーズ見ましたでしょうか？僕は全く見ていないんで、こんな風にセリフをね、乱用するのは良くないと思うんですが、まあ、見ようと思う決意の表れなので許してください。ということで、行きましょう。ちょっとね、動画がね、多分短くなると思うんだけど、まあそれはいいとして、そう、動画出すのがほんとギリギリで申し訳ないんだけど、こちら、はい、週刊少年マガジンのこちら表紙ですね。はい、甘亀さんちの縁結びの、まあ、3人のうちのヒロインが、はい、ダブルフィニッシュというか、1位、2位と飾りまして、まあ、3位が冴えないヒロインの育て方じゃない、間違いだ。はい、彼女をお借りしますのね。はい、水原ちゃんなんですが、まあ、かわいそうだからってことじゃないけど、まあね、やっぱね、長女のね、八重ちゃんもここにね、入れてあげようと思って3巻をここに、はい、用意しておきました。ということで皆さん、このね、マガジンをね、絶対にね、入手してほしいということなんですが、多分ね、僕の知る限りなんですけど、この甘神さんちがね、表紙を飾るのが、まあ、正式にはこれだけのメインってわけではないんだけど、表紙飾るのは多分これが初めてなので、はい、まあ保存版として絶対にゲットしてください。とで、こちらですね、はい、ラブコメヒロイン総選挙のまあ結果発表ということで、まあこのね3人がね1、2、3位ということで表紙にバッと出ております。1位がね朝日ちゃんということで、で個人的にですね、私としましては括弧の犬付けのまあ海の幸のね、海の幸ちゃんにね投票したんですが、結果と言いますと、まあ細かい順位は書かれてはいないんですが、こちらですね、じゃん、違うね落ち着けどこに書いてあるんだ、ここじゃないぞ、あーどこだ、ここだ、はい、こちらですね、はい、ラブコメヒロイン総選挙、はい、甘神さんちの縁結びから2人が出まして、こちら彼女お借りします、出まして、まあ、ね、残り4位、5位、6位とかではないんですけど、まあ、残りのね、4人、トップ4人が、まあ、こちらですね、女神のカフェテラス、格好の名付け、同じく彼女をお借りします、生徒会にも穴はなる、生徒会にも穴はあるの、この4人となっております。で、こちら抽選のまたプレゼントございますね。はい、3月4日までとなっております。1位、3位の3人の表紙イラスト、こちらですね。を1枚のカラー伏せ原画にして50名様にプレゼントということで、皆様、もうマガジンが水曜日に変わってしまうので、本当にギリギリで申し訳ないんですが、はい、ぜひゲットしてください。甘神さんち好き、彼女じゃないよ、もう間違えるんだ、バカ野郎。彼女お借りしたまーす。もう。ダメだこれ。はい、彼女お借りします。続きはね、ぜひ買ってみてください。いや、個人的にはね、格好の稲付けがやっぱ大好きなので、まあ、幸ちゃんにね、僕2票入れたんですよ。あの、ラブコメコミックスを2つ買って、その件でね。とりあえず、今のうちに甘神さんちの縁結びと縁を結んでおきましょう。では、以上で終わりです。ありがとうございました。さらば！